皆さんは蚊に刺されやすいタイプですか？蚊は二酸化炭素濃度、体温、体臭を感じて人を刺すことが知られています。蚊に刺されやすい人にはある特定の成分を発しているという共通点があったのです。なぜ蚊に刺されやすい人がいるのか、今回はアメリカロックフェラー大学の研究チームが行った研究について紹介します。この研究は蚊を引き寄せやすい人の皮膚では特定の匂い成分が多く含まれることを明らかにしました。研究チームは64人の被験者に協力してもらい、蚊にとって魅力的な人を調べました。方法は、両方の前腕にナイロン製のストッキングを6時間着用してもらい、皮膚の匂いのサンプルを収集しました。その後、このような装置を使い、被験者間の匂いを競い合わせるトーナメントをラウンドロビン方式で実施する実験を行いました。すると、サンプルによって引き寄せられる蚊の数には差が見られました。最終的に最も多く蚊を集めたサンプルは、蚊を集めなかったサンプル群に比べ100倍以上の誘引性を示しました。次に、蚊が皮膚の匂いの個人差を検出するためにどのようなメカニズムに依存するのか、それを知るためこれらの遺伝子を欠損させた蚊を使用して実験を行いました。すると、対象を認識する能力や嗅覚を欠損させた蚊でも蚊を引き寄せやすい人のサンプルには多くの蚊が集まり、個人間の違いを識別することは変わらないという結果でした。加えて行われた匂いセンサーとして働くタンパク質を変えた変異体を用いた実験でも、中には匂いに対する反応が低下するものもありましたが、匂いの違いを識別する能力は保持しているということが分かりました。蚊が何を区別しているかを解明するため、被験者が着用したナイロンに付着した成分をガスクロマトグラフィーで調べました。その結果、蚊を多く引き寄せたサンプル群では、約50種類の化合物がより多く存在していることが分かりました。そして新たに被験者を追加して明らかになったのは、蚊を多く引き寄せる人のサンプル群にはカルボン酸が多く含まれているということでした。炭素数10個以上の、特にペンタデカン酸、ヘプタデカン酸、ノナデカン酸が豊富に存在していました。これらのことから、カルボン酸が蚊を引き寄せることに関わる物質であることが分かりました。しかし、蚊はなぜカルボン酸に惹かれるのでしょうか。研究チームは、肌のカルボン酸量が直接的な原因であるとはまだ結論付けることはできない。また、今回の方法ではカルボン酸基を持つ化合物にのみ焦点を当てたので、他の種類の化合物が寄与する可能性を排除することはできないと話します。蚊は多くの病気を媒介することで知られていますよね。研究が進めば、蚊に対する効果的な防御戦略を開発することに役立ちそうです。もしあなたが友人や家族よりもやたら蚊に刺されるとしたら、それは血液型や食習慣のせいではなく、皮膚のカルボン酸が原因の一つなのかもしれません。今回は蚊に刺されやすい人についての研究論文をご紹介しました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。